そこは一年中雪と氷に覆われた場所。厳しい寒さの中、小さな魔物たちは身を寄せ合うようにして生活している。三日月のような形の巨大な丘の先端から作られるつららが吹雪の風で震え、独特の音色を奏でることからこう呼ばれる。氷月の丘と。ここが氷月の丘か。綺麗なところだけど、寒い。氷月の丘は辺り一面雪景色。元気な雄でもさすがに応える寒さです。このくらいの寒さなら我慢できるもんね、ブーブルー。それでこれからどうしようか。コンコはフクロウじいさんなら花咲く森のことを知っているかもしれないと言います。フクロウじいさん？フクロウじいさんは氷月の丘の森の奥に住む雪フクロウの長老で、とても物知りで有名だとコンコは説明します。なるほど、それは期待できるね。行ってみよっか。ユウたちはフクロウじいさんに会うために氷月の丘を進んで行きます。
森の奥深くまで来たユウとコンコ。この辺りにいるの？そのはずだけど…と、コンコは自信なさげに辺りをキョロキョロ見回します。その時、頭上からホッホーと鳴き声が聞こえてきました。見上げると、木の枝に年老いたフクロウが止まっているのが見えました。あ、もしかしてフクロウじいさん？そうじゃが、見ん顔じゃな、人間の子よ。フクロウじいさんはユウの顔をいぶかしげに眺めます。私はユウって言います。はじめまして。ふむ、はじめまして、ユウとやら。それでこっちは雪狐一家のコンコじゃな。家族が大変な目に遭っているようじゃが、お主は無事なのか？コンコはコンコンコンとフクロウじいさんに説明を始めました。なるほど、花咲く森か。え、知ってるの？いや、知らんな。見たことも聞いたこともない。じゃが、光る不思議な花びらがコンコの元へ飛んできたのも事実じゃ。もしそんな森があるとしたら、あそこかもしれん。どこどこ？と身を乗り出すユウ。フクロウじいさんは話を続けます。空から氷月の丘を見渡せる鳥ですら、花咲く森なんてものは見たことがない。となれば、考えられる場所は一つ。氷月の丘の中心にいつも風雪が吹き荒れている場所がある。そこは気流が荒くて上空を飛ぶことはできず、視界も悪いため中がどうなっているのかは全く知られていない。この氷月の丘で花咲く森が隠れることができるのはここくらいじゃろう。これを持っていきなさい。話を終えたフクロウじいさんは穴の開いたデコボコの石をユウに渡します。なに、この石。あれ、高い。お主みたいな薄着の格好ではあの風雪に一時と耐えられんじゃろう。その石には体を芯から温める力がある。持っていきなさい。いいの？ありがとう。コンコの家族を助けるためじゃ。このくらいの協力はさせておくれ。それと、ここ数日この辺りで見かけたことのない凶暴な魔物がたびたび目撃されているようじゃ。十分気をつけるようにな。うん、わかった。気をつける。そして二人は何度もお礼を言いながらフクロウじいさんの住みかを後にしました。
Thank you.
氷月の丘のどこかにあると言われている幻の場所。一年中雪に覆われた場所とは思えないような穏やかな気候と色とりどりの花が咲き乱れている。白銀世界の中にある幻の花園、そこは多くの冒険者が思いを馳せる伝説の地、花咲く森。突然現れた視界いっぱいの花々に二人の目は奪われました。花咲く森、本当にあったんだ。やったよ、コンコン。コンコンと、コンコも嬉しそうです。果たしてこの森に目指す桃色に光る花はあるのでしょうか。二人は気を取り直して森の中を探し始めるのでした。ガサガサ。突然茂みの中から魔物が飛び出してきました。この辺りでは見かけないとても強そうな魔物です。こいつがフクロウじいさんの言ってた凶暴な魔物。
ユウたちはなんとか魔物を追い返すことができました。コンコ、大丈夫？コンコは無事だよと返事します。よかった。あんな凶暴な魔物がどうしてこんなところにいたんだろう。考えてみますが全然わかりません。気になるけど、それより今は光る花を探さなきゃね。ユウは考えるのを諦めました。さあ行こう、コンコ。二人はさらに奥の方へと進んでみることにしました。見て、光る花だよ。ユウたちはついに泉のほとりで桃色に光る花を見つけました。ユウは恐る恐る花を摘みます。よかった、光ったままだね。よし、急いでコンコの家族のところへ戻ろう。その時です。突然泉が桃色に輝き始めました。そしてその輝きの中から人のような形をした、人ではない何かが現れました。ここは願いの泉。そして私はこの泉の精霊です。桃色に輝く泉の精霊と名乗る存在はユウに語りかけてきました。え、あ、こんにちは。突然不思議な存在に声をかけられてしどろもどろになるユウ。そんなユウにお構いなしに泉の精霊は話を続けます。覚悟を示す者に願いを叶える機会を。さあ、あなたの願いを言いなさい。ね、願いを？ユウの問いにゆっくりとうなずく泉の精霊。私は立派な勇者になりたい。だけど、でも。ユウは混乱しながらもじっくり考えて答えていきます。願いを叶えてもらって勇者になっても立派じゃない気がする。あなたはいい子ですね。ユウは褒められてえへへと照れてしまいます。その赤い方にそっと触れながら精霊が微笑みます。それではあなたには小さな祝福を授けましょう。世界の各地にはここと同じ色に輝く小さな泉があります。助けを必要とするときはその泉に立ち寄りなさい。あなたの旅の助けとなるでしょう。話を終えた泉の精霊はいつもあなたを見守っていますよ。
そう言い残して消えていきました。消えちゃった。何だったんだろう。でもなんだか懐かしい感じがしたような。ユウはしばらくぼんやりしてしまいました。コンコン。コンコは早く家族のところへ戻りたいとユウをせかします。あ、そうだね、早くお花を届けなきゃ。ユウたちはコンコの家族のもとへと急いで戻ります。ユウたちは光る花の花びらを一枚ちぎって、まずは一番小さな弟ギツネに触れさせてみました。弟ギツネは柔らかな桃色の光にゆっくり包まれて、やがてみるみると熱が下がっていったのです。やった、治ったよコンコン。コンコン。その後二人は手分けして家族全員を治していきました。コンコ一家はみんなすっかり元気になりました。見ず知らずの私たちのことを助けてくれるなんて本当にありがとうございました。母親ギツネは深く深くお礼を言います。お礼なんていいよ、私は手伝っただけだもん。一番頑張ってたのはコンコなんだから。コンコ一家は家族みんなが元気になったことを涙を浮かべながら喜び合っています。それを見たユウもうるうると涙目になっています。よかったねコンコ。コンコの家族を助けることができてよかったと心の底から思いました。気がつけばすっかり日が落ちる時間になりました。ユウはそろそろ帰らなければなりません。別れ際にコンコはユウに声をかけます。ユウに困ったことがあったらいつでも助けに行くと約束をしました。うん、ありがとう。またねコンコ。そう言い残しユウは王様ドラゴンの待つ場所へと駆け出していきました。コンコはユウの姿が見えなくなるまでコンコーンと名残惜しそうにお別れの鳴き声を上げ続けるのでした。山の隅かへと飛び立つユウと王様ドラゴン。そんな二人を木陰から監視する怪しい影。ちくしょう、苦労してここまで魔物を連れてきたのにまさかユウが勝っちまうなんて。うう、ま
ずい、まずいですよ。このままでは。こうなったら仕方ありません。前々から仕込んでいたあの作戦で。キッキッキッ、次は必ずうまくいきます。今度こそユウには消えてもらいますからね。さて、今日も一日が終わりを迎えようとしています。寝床にはユウと王様ドラゴン。ユウは今日の冒険の話を繰り返し繰り返し、何度も何度も王様ドラゴンに語り続けています。王様ドラゴンはユウが無事に人助けできたことにほっと一安心。ユウ、今日みたいに人助けを続けていれば、いつかきっと立派な勇者と呼ばれる日が来るよ。へへ、そうかな。待ち遠しいな。さてユウ、そろそろ寝ようか。今日も勇者の話を聞くだろう。うん、お話聞く。今日はどのお話だっけ。今日はね、勇者が白糸の谷の魔物を倒した時のお話だね。戦いの末、青年は白糸の谷の魔物をあと一歩というところまで追い詰めた。しかし青年は魔物にとどめを刺さない。魔王の命令でやったことだろう。命までは取らないから、心を入れ替えて生きてほしい。そう言い残して青年は谷を去ったという。その後、白糸の谷は魔物の支配から解放され、谷の村の人たちも青年のことを勇者と称えるようになったという。今日はここまでだ。話し終えた王様ドラゴンはユウの方に目を向けます。パパは人助けをしてちょっとずつ勇者になっていったんだね。ああ、そうだよ。だから勇も。いや。王様ドラゴンの言葉の途中で勇は寝てしまいました。寝たか。王様ドラゴンはユウの頭を優しく撫で、さっきの言葉の続きを誰に聞かせるでもなく口にします。だからユウも勇者として認めてもらえるように
多くの人間たちから恐れられるような、とても悪い魔物を倒さないといけないんだよ。ある日の朝の光景です。王様ドラゴンは玉座の間で王様のお仕事をしています。家来から報告を受けてどうするかを命令するお仕事です。東の谷の橋が壊れたか。あそこはたまに人間たちが通るだろう。できるだけ早く直してやりたい。言ってくれるか。はい、わかりました、王様。王様ドラゴンは魔物なのに人間の助けになるような命令を出すことがよくあります。人間に興味を持っている一部の変わり者を除いて、多くの魔物は人間をあまりよく思っていません。ですが王様ドラゴンは魔物から尊敬されているので、けっ、なんで人間なんか助けなきゃならないんだ。まあ王様の頼みならやるけどよ、という感じで、まあまあうまくやっていけているようです。そんな時、サカサという名前の家来が大慌てで玉座の間に飛び込んできました。お、王様、大変です。甲高い声を上げてサカサは王様に事態を説明します。魔物の村の南にある三つ結晶の森に住んでいる三つ熊族と三つ八族の仲が悪くなっていて、このままでは大喧嘩になってしまうとサカサは言いました。サカサの報告を聞いた王様ドラゴンは、なんと、あそこの二部族はずっと仲が良かったはずだが、と不思議に思っている様子。そうですよね、一体何が原因なのか調べてみないことには何ともわかりません。そこで私考えたのですが、お嬢ちゃんの力を借りるのはいかがでしょうか。え、私？ユウは突然の指名にびっくりします。ええ、ユウさんの活躍は聞いておりますよ。褒められてご機嫌になるユウ。その緩んだ顔を見てサカサはにやりとしました。お父さん、私やってみたい。三つ結晶の森へ行かせてほしいと王様ドラゴンにお願いします。王様ドラゴンはしばらく考え込みましたが、わかった、行ってきなさい、と許可します。私もついていきますね。何しろ今のところ私が一番この件について詳しいですからね。ユウさんのサポートをさせていただきますよ。わかった、サカさん、よろしくね。ユウはサカさと一緒に玉座の間を出て行きました。何か妙だな。王様ドラゴンは釈然としない様子で二人を見送りました。